です。今回は面白い機材をお借りしたのでレビューいたします。ディメンショントリッパーです。オープニングでご覧いただいてなんとなくは理解されたんじゃないかなとは思うんですけれども、ストラップでワウができるんです。どういうことかというと、こちらですね、エクスプレッションペダルがこのストラップに装着されたというちょっと奇抜な機材なんですよ。要はですね、足でやってたことをこのストラップ上でできる。接続方法は後ほどやるんで、もう一度ですね、エクスプレッションペダルがこのストラップについてるというのを理解してもらった上でちょっと演奏動画見てください。かなりね奇抜な機材なんですけれども、カシオさんがね出していて、まあ、出しているというかですね、今ねクラウドファンディング中なんですよ。なのでそこで注文をすれば購入ができると。概要欄にリンク貼っているのでぜひぜひチェックしてみてください。では接続方法やっていきます。まずねこれとこれをねペアリングするんですけれども、ペアリングはここをまず5秒ほど長押しして、が点滅し始めたら、ここを、真ん中をですね、5秒ほど長押しすると繋がります。で、これがですね、どこに繋がってるかというと、このマルチエフェクターのコントロール部分ですね、コントロールイン。いわゆるエクスプレッションペダルを指すところに、これが接続されております。で、ギターは通常通りこちらに挿して、で、これアウトですね、アンプに繋がっております。で、これがストラップにつながってるんですよね。では、やっていきましょう。今ですね、ペダルの設定をワウにしております。という風な感じで、ストラップでコントロールができると。で、このワウを、例えば、ボリュームのペダルとかに変えてみましょうかね。ボリュームペダルに変えてみます。ボリュームペダルに変えると、という風な感じになっております。これでピッチベンドもできたりとか、あとはディレイの深さを変えれたりもするので、ぜひぜひ試してみてください。クラウドファンディングで入手することができます。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。